準備はいいか、相棒。準備万端よ、メフィスト。今の私なら絶対に負けない。これでラストバトルのはずです。第二形態とかなければですが。人間の魔女か。まさか記憶を取り戻すとはな。少し手を抜きすぎたか。その通り。初めから私をくるくるパーにして精神病棟で一生を送らせればよかったのに。口だけは達者のようだな。だがこの町はすでに我の思うがまま。お前のようなか弱い魔女の力で何が変えられる？そう、私一人では何も変えられない。でも私は一人じゃない。セラ、アオイ、エマ、ヒナさんがいる。私は決して一人じゃない。その通りだ。こいつは一人じゃない。俺様だってそばにいる。メフィストよ、たかだか人間一人にどうしてそこまでムキになって反抗するのだ。言葉には気をつけろ。アホガートは俺の最高の相棒だ。油断してると後悔することになるぜ。メフィスト、そこまで言うのならばお前の相棒の魔女と一緒に葬ってやろう。一緒に葬るだと？冗談きついぜ。今日地獄へ送り返されるのはただ一人、お前だけだ。どれだけ強いか知らねえが、この地獄の大悪魔メフィスト様には永遠にかなわねえんだよ。どんな魔女でもいずれは心の中にいる悪魔、そして本当の自分に向き合わなければならない。悪魔か、それは悪魔に屈服したり妥協したりすることじゃなく、自分の心の中にいる悪魔を受け入れること。本当の自分。分かったわ、メフィスト。もう一度やってみるわよ。諦めましょう。どうせ勝てやしない。もう頑張らなくていい。今逃げればまだ間に合う。セラやアローラと運命を共にすることなんてない。どうして命を懸けてまで悪魔と戦うの？悪魔め、絶対に倒してみせる。アホガート、アホガート。大声を出さなくても大丈夫よ、メフィスト。今の私なら大丈夫。アリア、なぜ魂が、それに魔力が急に強くなっただと？何が起こった？何をした？魔法か？答えろ、魔女よ。私は優しい魔女になりたかった。悲しみ、恐れ、怒り、弱さ、怯え、怠惰、欲求、絶望、全てのネガティブな感情をメフィストに押し付けた。でも人は遅かれ早かれ自分の心に向き合わなければならない。心の扉に鍵をかけるぐらいなら両手を開いて本当の自分を受け入れる方がまだマシ。この世に完璧な人、清廉潔白な人なんていない。
真実の世界を生きている人がいるだけ。何が正しくて何が間違っているかを見極めるのってどうやっても時間がかかるもの。でもやっと勇気が持てた。今なら胸を張って大きな声で言える。足元にあるこの道にもう微塵の疑問もない。過去も現在もそして未来に対しても決して後悔なんてしない。これが私の魔女の道だから。さすがだな。これこそ俺様のアホガードだ。ご苦労様メフィスト、長い間守ってくれてありがとう。これで私の魂は一つになった。あれ、負けちゃった。盛り上がってたところなのに、もう一回やります。ラスボスは、これまで欠片だったものが合体しているということで、特殊攻撃をすべて使ってきます。かなりせわしないバトルなので、対処法を練る暇もなく、ひたすら味方のカードを切らさないようにしていました。ここも水上と水中のようなマップ切り替えがあって、それが結構足を引っ張っていたかも。悪魔って結局は人間を踏み台にして自分の欲望を叶えるのかな。魔女はたくさんいるけど、みんな最後は捨ておいていた自分と対峙する。アフォガートみたいにそれを克服できる人は稀。みんな手放しに幸せな終わりは迎えないんでしょうね。だからメフィストは相当な変わり者なんだと思います。変わり者同士、アフォガートとは相性抜群。大事にしてあげなきゃね。生きて帰れたら結婚しよう。新婚旅行はどこへ行こうか。アローラはアメリカらしいから京都とか行ってみたいね。日本の夏はすごく暑いらしいけど、メフィストはいつもお腹出してるから平気かな。一緒に着物を着ようか。着方を知らないけど、もう勝てそう。セラちゃんが消えてしまわないといいんだけど。セラ、セラ、目を覚まして。セラ、セラ。なんじゃ、騒がしい。アフォガート、お主だったか。よかった、セラ。生きてたのね。てっきり、もう会えないものかと。やれやれ、老いぼれとはいえ、どうやらまだ少し寿命が残っているようじゃ。セラ、やった。私たちやったのよ。ふむ、よくやってくれた、アフォガート。すまんが、起き上がるのを手伝ってくれんか。床が硬くてな。長い間寝ておったから腰が痛くてかなわん。それと熱々のコーヒーも飲みたいの。
終わったみたい。アローラの死骸はどうなったんでしょう。今日のアローラも平和ね。すみません、今日はもう終わりなんです。古い仲間にコーヒーを入れる時間ぐらいあるじゃろ。セラ、アフォガート、体の具合はどうじゃ。悪魔化のことを言ってるんなら私は全然平気。悪魔化は禁断の魔法、どんな副作用があるか知ってる者はほとんどおらん。突然豹変してわしを拘束した挙句、無理やり金庫の番号を聞き出そうとするやもしれん。安心して、魂を完全に取り戻して今はとても気分がいいの。ならいいが、アフォガート、もう行くのか。ええ、行くわ。ならばその前にコーヒーを入れてくれ。アフォガートはまた引っ越しちゃうのかな。せっかくお店も流行りだしたのに全部手放しちゃうなんてもったいない。セラちゃんはもう寿命を迎えつつあるとか言ってたけど、まだ何百年かは生きるよね。まだまだコーヒーを入れてあげるよ。あとこの制服もらっていっていいよね。サイズもぴったりだし、どうせ他の人は着られないでしょ。このコーヒーもしばらく飲めなくなるのか。どうかな、またいつ再会できるかは運命のみぞ知るってところね。そうかもな、それは誰にもわからん。アフォガート、どうやら心は決まったようじゃな。任務は無事に完了したし、アローラにとって私はもう必要のない存在。悪魔は地獄へ去り、極夜は消滅、人々の暮らしも元に戻った。葵は新しい学校生活を始め、エマとムーンは自分たちのダイビングショップを経営している。ヒナさんはやっぱりちょっと変わってるわね。いつか彼女の作るゲームを理解できる日が来るといいんだけど。いずれにしろやるべきことはやったし、ここに残る理由はもうない。そうか、決意は固いようじゃな。そもそもここはセラの領地だし、私はただの通りすがりに過ぎない。それはあなたがよくわかってるはずよ。しかも私の魔法を必要としている町がこの世界にはまだたくさんある。うむ、お主は世界をさすらう魔女、その生き方は重々理解しておる。世界をさすらうっていうより、あちこち走り回って忙しいって感じかな。セラは？老後計画はあるの？アフォガートよ、それは心配ない。わしはいつだって用意周到。魔力こそ失ってしまったが、今のわしはかつてないほど気楽じゃ。このまま引退してどこかに隠居し、魔女業界から離れようかと思っておる。セラはアローラの守護魔女でしょ？引退しちゃったらアローラはどうなるの？それじゃがな、わしはちと長生きしすぎた。そろそろ若い世代に道を譲るべき時じゃ。さてコーヒーも飲んだことじゃし、そろそろ帰るかの。新しいカフェがオープンしたらいずれひょっこり訪ねるかもな。その時はまたこのコーヒーを入れてくれ。安心してセラ、今回みたいに大家さんを操ってテナントを貸し付けない限り、また入れてあげるわよ。
あの口うるさい相棒の悪魔にもよろしく言っておいてくれ。え、わかった。アフォガート、この町のため、そしてわしのために本当によくやってくれた。今思い返しても大したことをやり遂げたもんね。誰もお主の功績を覚えてはいないが、わしはいつまでも覚えておるぞ、アフォガート。お主はアローラのヒーローじゃ。いいえ、私はヒーローなんかじゃない。ただ自分を取り戻しただけ。やっと肩の荷が下りた。じゃあそろそろ店じまいにしようかな。メフィスト、荷造りは終わった？うるせえ、もう終わるよ。ったく、人使いが荒い魔女だぜ。テキパキ働いてちょうだい。あとでバーにも行かなくちゃならないんだから。そうだった、確か今日送別会をやるとか葵のやつが言ってたな。葵、エマ、ヒナさん、デイブさん、ナタリーさん、リンジー、今度会えるのはいつになることやら。てかアフォガート、次はどこに行くんだ？出発は明日だってのに、まさか決まってないんじゃねえだろうな。本当に悩ましい。私ってば優柔不断なのよね。正直なところ、西海岸にはもう大した悪魔はいないし。そうね、モンタナとかカンザス、それかオクラホマの田舎町とかで暮らすのもいいかもしれない。嘘だろ、マジでそんな偏僻な場所に行くのか？実はアラスカもいいなって思ってたり、あとはクロンダイクかな。ゴールドラッシュが終わって以来行っていないし。クロンダイクってカナダだろ？そうそう、カナダに行くのも悪くないわ。距離的にも近いし。この草みたいな街に比べたらどこでもいい。もう俺様は飽き飽きなんだ。さっさと行こうぜ。はいはい、わかったわかった。それとガンバラウィッチってコンビ名も新しくしないとな。例えば火星の魔女ってのはどうだ？アニメの見すぎよ。今のままでいいんじゃない？変える必要なんてないわ。マジか、マジで変えなくていいのか？状況次第ね。よく考えてみたらガンバラウィッチってちょっとダサいかも。ちっとは頭を使ってくれ、赤髪の魔女さんよ。赤じゃなくてマゼンタ。終わりました。多分予想していたよりはるかにボリュームがありました。これが日本のゲームだったら間違いなくフルプライスだろうなという。なぜインディープライスで出せるのでしょう。ほぼフルボイスだし、ボイスといえばローカライズもハイレベルでしたね。隅々まで全然違和感なし。魔女カードと同じようにキャラのプロフィールも見られるようにならないかな。みんな全身のイラストを見たいし。ストーリーはすっきり終わりましたね。不穏な感じもなく、セラちゃんも消えなかった。続編は出るのかな。カナダに行くの？日本に来なよ。おしまい。すみません、誰かいませんどこですか？セーラーさん。
こんなにだだっ広い部屋に人っ子一人いないなんて、なんだか怖いな。あのセラとかいう生徒会長、まさか魔女だったなんて。しかもこのココちゃんを弟子にしようとは。セラさーん、ココちゃんですよ。生徒会長室に来ました。いないんですか？どこに隠れているんです？あ、わかった。もしかしてこれも全部テストのうち？なるほど。セラさんの居場所を見つけないと弟子にはなれないってわけか。ん、じゃあどうしよっかな。フクロウからの手紙を持って隠されたプラットフォームでも探す？それとも、ん、誰かしら。すみません、生徒会長はちょっと出かけていて、また別の日にでも。これがココちゃんの隠しストーリーみたい。他の人のストーリーも解放しないと全容はわからないのかしら。それは配信外で頑張るしかないかな。それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。